おはようございまーす。もう勝負どころ首位です。うるせえな。勝又3位です。勝又バント失敗でしょ。本日は4月10日。何の日ですか？テンさんの誕生日です。ハッピーバースデー！30です。いってらっしゃい。ってことで、今回はバースデー企画、始球式やったことある？ないクイズ。企画と何が関連してんだ？もう電算企画、電算が好きな企画クイズ。あ、そういうこと？はい。クイズ久々だな。確かに久しぶり。で、まあ、今回のクイズは、まあ、ある芸能人、まあ、数名挙げて、この人が始球式やったことあるかないか、やった人ある人を当ててもらうゲームです。始球式か。これ結構いいよ、いい企画やん。30の伝、結構企画の能力上がったかもしれない。一つパイス変わった？今年はやりますよ。間違えたたんびにお酢を飲んでもらいます。もうきついって。30手前29やって。お酢はきついきつい。いや、俺もマジでお酢だけは嫌い。ポン酢は好きだけどね。お酢なんも嫌いだしな俺。それ打たれるからね。それではやっていきましょう。ちゃんとしてるやん。すげえ。 G フォント、肉丸フォント。これ YouTuber なの YouTuber しかわかんねえだろ。この下柳徹子ってやつ。黒柳だよ。あ、黒柳か。ドーム投げつけねえんだよ。この中で投げたことある人は4人です。4人しかいないの？少な。はい、4人しかいないの？少な。うわー。マジで俺パッと見てわかんねえぞこれ。そんなことよりさ、俺ら外したらお酢12杯だよ。お前とんでもねえことしか言ってない。お酢12杯？あ、難しいな。一旦噛んでいくか。そうですね。まあ12個あるからね。16個あった。いったん猫パンチしちゃった。猫パンチしたらちょっとあの猫ミームその間に直すから。猫ヘイティピティピチャパチャパトゥビトゥビタパタパカキコキ。あ、これカキコキって言ってるんじゃない？ですね、俺的にね、令和ロマンはまだやってないと思うんだよな。令和ロマンのなんか靴下みたいな人がいるんですけど、その靴下さんは多分ね DNA ファンなんですけど、やってたらね、見てるはず、最近だし。で、パルルいい線いってんだよな。アイドルは絶対やるんで、AKB とかね。はい。ちょっと一回、フワちゃんいきます。お。フワちゃん。フワちゃんでいきます。フワちゃん。はい。やってません！やってないの？あ、やってないっすね。外しました。ここまで持ってこい、押すな。うわぁ。いやぁ、マジで。うわ、くっせ。わぁ、くっせぇよ。俺、マジで無理なんだが。早く飲めよ。だって俺酸っぱいのと辛いのほんと無理だから。いいから早く飲めって首位なんだから。じゃあ俺ってあの10個ぐらいいいから。じゃあ俺って10個ぐらい離れてる妹。飲めろ。あ、1機があれば2機もいる。あい、2機だっての振った機。2機があれば。はい。マジでわかんねえな。ちなみに勝間さん、何か聞いたことあるなとか、見たことあるぞみたいな。いやー、俺ね、パルル、はい、あのね、AKB でみんなで投げてた気すんだよね、パルル。私に期待しないで。あのパルルセンターメドレーいいから。でね、もう一個ちょっと気になってるのが、はい、コナン君。おコナン君、はい、俺ね、コナン君はなんか覚えてるかも。やってた気がする。お、なんかチンプレーコンプレー見てて、その一番最初の映像がコナン君から始まる年があった気がするんだよな。じゃあ
決めました。はい、コナン君やってたろ。お思い出痛い。コナン君、はい、コナン君えかい。うわー、はーい、わーほー、俺も始球式やりたい。サイドスローで俺正解しました。あ、マジ正解したの。これ正解すんだ。やったー、奇跡だねこれは。コナン君の画像こちらです。あー、ほんとだ。あー、そうそうそう、これこれこれ、これ、これちょっと多分加工だけどな、これは。え、多分本物ちゃうな。わかんの、コナン君どう見たって加工じゃん、これ。いや、コナン君こういうやつよ。いや、そうだけどこれ多分やっぱりね、はい、うん、同い年で俺の次に、まあ中日ファンにしてやってもいいかなと思ってる。お、菊池風磨。お、あ、失礼しました、マイアンの旦那になる男。時期、時期、菊池風磨やってません。あおい、マジかよ。外した、外しました。マジかよ。もういいって。どうぞ。もう無理、なんかお腹痛い、もうきついな、許せない。うるさいね。無理だ、勢いないといけない。待って、勇敢に立ち向かえ、一番かける思い見せろ、あの手はい、ほら、足も何を外したんだろうな。てごらん、基本やっぱり M1 王者、M1 王者は結構出るんじゃないかな。ザイチャイって言ってた。うるさいって言ってた。チャイだけ聞こえたんだけど。チャイまだ示してない。あのね、マツコ・デラックスは絶対やってない。なんか野球そもそもあんまり、その球場飯には最近興味持ってたけど、その野球見ないし、あの神奈川県大嫌いだから。ちょっと平愛理か綾瀬はるかになってます。平愛理でいきましょう。か、頼む。はい、平愛理。はい、やってます。あーやっちまったー。嘘だろー。ちょっと一回パスかな俺。あ、いいよ、はい。違う違う、パスでしょ。パスだけど。どっち。じゃあ帰れって言われて、帰るって言われたら、あ、ちょっとってなるでしょ。いや、俺帰ったよ、僕はすぐ。干されたから。いきます。えぇ、ー、聞いたね。聞いたね。え、口にベトベトいたよ。うぇぇ、いきます。せーの。乗り越えた、乗り越え、あ、無理無理無理、あ、無理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 。ちょっと、待って、今小袋だって、小袋、ちょ、いいな、ね、なんで小袋なんだよ。100万枚くせ。最高の菊池風磨でお酢を飲みました。マツキやったろ。正解。やったやった。誰誰誰誰。え、マツキやったろ。あ、そうなんだ。え、これないと思ったわ。適当です。もうそうだよね。もうマツキやったのなんだ。さあ、14分の2。そうだね。いや、もうこれ無理だって。はい、では3巡目。はい、綾瀬はるかからじゃあ。おい、サバルブー。いや、あのちゃんが歌ってた部分、サバルブー、サバルブー、あのちゃんが歌ってた部分いいから。ハリケーン、たぶん走れた、走れた、投げてません。あー、もうやだ、もう最悪、もう最悪だよ。ちょっとマジで頼む。無理。ちょっと応援。無理。
じゃ応援ぐらいできんだろ。いや無理無理、なんで応援しないといけない。応援、応援会行くよ。せー、時を止めて、たまくんの。ジャンピンジャンピンジャンピンで、こっちは歌うやついないから。ちょ小袋だって小袋小袋だってって言って絶対そこから始めないだろうっていうとこから歌ってガッブルルルルブルルルル懐かしい心を無意識に数えてマイナスすぎるから7回ヒントはついてないやきついな、いやきついな、マジで飲みたくねえな。最初はグーじゃんけんぽい、初めてぽい、あお前こいつきたね、きたこいつさ、サングラスしてるからさ見にくくて分かんなかったタイミングが、なんかごまかしてんだよね、きたね見にくかった。せー、最初はグーじゃんけんぽい、はい、よいしょ、初めてぽい、ちょっと待って、後出し押す、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 後出し、いや、無理だって、おー無理だってマジで。いやチョキさん、これ飲めば楽になるから。もうだからなんか歌って勢いじゃないといけない。鏡が鏡答えちゃってプラペスパラペスとって、まだみんなこの目でちょっと待ってプラペスただ一番上ペコ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 ペカメラに映ってくっさ、くっ、くっしゃ、くっさ、ちょっと待って、くっしゃー、うわっ、くっせ、よしよし、よくなんだ、よくなんだ、よし、ヒント、ヒントくれ、ヒント。では選択肢を一つ減らします。一つだけかよ嘘だろお前、半分ぐらい減らしてくれよ。黒柳徹子。はい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 。うわ、俺次行こうとしてたわ。あっぶねえ。あっぶねえ。黒柳徹子ないでしょ。40名。40名。いきます。はい。お。RG。理由は好きな芸人だからです。まあ確かに。よく動画見てますね。はい。めちゃめちゃ好きなんですよ。RG やってますね。終わったラジオ、もう無理だって、いやもう無理だって、外した、限界来てるって外した、限界来てるって外した、外したよ、外した、お前お前いた、うるさいうるさい、あ、頑張った頑張った、着地でブルブルブルって、お前外したんかよ、お前早く終わらせろよ。さあ4巡目です。当たりませんね、まだこんなあんのかよ、当たりませんね、当たんねえな。いやーやっぱね、俺声優さんあると思うな、これこれって知らないんだけど、はい、声優さんでしょ、この人。そうですよ。声優さんって結構俺野球見に行っててよく投げてるんだよね、はい、で毎回この人誰だろうってなるけど、一部ファンの人はあーって興奮してる人がいるっていうイメージがあるから、津田健次郎さんに行きます。あ、一応あの呪術廻戦の声優ですね。あ、じゃあ呪術廻戦か、あ、やってる、巨人呪術廻戦コラボやってたもん。津田健次郎さんです。津田健次郎やってません。あ、終わった。あ、もう終わった。死んだ。死んだ。もう分かんねえよ、もう。終わった。どうぞ。フォークとかの握りでさ、やったら。そうそう、何、食堂に落差ができんの。じゃ、飲も。飲もっていうこと。それ飲もっていうこと。そういうこと。そうね。叩けボール。ちょっと待って。ああ、もう今行けそうだったのに。行くよ。
はっ。叩けボールをミドで。わ。うっさ。HY 歌って HY。怖いくらい。おむ。あーもうきっつい。もうさ共有しておくね。外したやつ。そろそろじゃあ外したやつだけ省きます。7分の2。これね、はい、分かっちゃったかもしれない。お、マツコデラックス。Yes, I do。 マツコデラックス。やってますおい、何がデラックスだよ。ちょっと待って、無理かい。無理、マジ無理。ごめん、俺マジで無理。これ、ごめん、これはマジで無理だ。あった。これ飲んだら、6800円ちゃうでいいよ。やった。あ、でも、そういうのあんま良くないか。飲んで。あんま良くないよな。良くないね。やっぱなし。うん、やっぱなし。ないねえじゃねえんだお前。え、でも2対1だよ。ここ日本だから民主主義だから、お前負けて。あ、絶対払わねえからな、この野郎。次さ、勝負出ようぜ。ここが勝負どころ。もう勝負出よう。外したら2倍飲むから、うん、2人選択できる。え、だって2人とも当てなきゃいけないでしょ。でも1人は取ってるからいいし。OKOK。二人ね。はい。ミサーではない。なんとなくない。令和ロマンあるな。やっぱね、始球式って話題性大事なんですよ。はい。で、やっぱ M1 すぐ。で、しかも令和ロマンってあのプロスピの、なんかあれやってんだよね。やってますね。で、多分野球やってた人なんだよ。はいはい。だから絶対やってそう。だ令和ロマンと、はい。気になってやっぱパルル。おパルルやってる、やってるっていうかその場にいればいいんでしょ。怖い怖い怖い。こっちのやつもちょっと気にしないで。はい、もう決めます。令和ロマンとパルル、はい、どっちかやってます。はいはい、頼む。マジで死ぬ。令和ロマンパルル、やってます。あ、やったやった二人外しました。嘘だよ、絶対嘘。バイバイバイセコー、バイバイバイセコー、バイバイバイセコー。絶対嘘。バイバイバイセコー。元気出てんじゃねえかよ。あー、無理だー。うわー、おー、やっちまった。多いな。で、二択外すんだよ。きついな、マジできついわ。あー、いきます。お願いします。お腹がなんか沸騰してんだけど、グツグツいってる。沸騰してる。お腹が熱いよね。グツグツしてる。だからお酢多分これじゃ飲んだ あかんと思うよ俺。はあ、これやばい、これこれきつっ。これうーわー、あ、いった。あれ死後ね。ユイのローリングスターユイのローリングスターだけ歌ってお願い。6倍でうぇなんでこんなことしちゃいけ。山田健人、はい、特感で俺キングダムの映画見てるんで、はい、山田健人。やってます。マジかよ。マジかよ。おい、何やってんだよ。なんでやってんだよ。同い年だろお前。何やってんだよお前。広瀬すずと付き合ってんじゃないよお前。え、何やってんの。ケント。マジかよ。また外したこいつ。何やってんのお前。
お腹沸騰してんだけど、ね、こんなペースでお酢飲んだら本当に死ぬ。これ飲んで、はい、野球選手早口しりとり10回できたら俺を解放してください。野球選手早口しりとり、はい、なお題は野球選手をしりとりで早く言います。あ、しりとりでロメロメロロメロロメロみたいな、分かんないんで、はい、ダメですってお願いします。ダメですって、あのデンさんがもう主導権ですから今日は。抜けさせてください。抜けるんだよ。意味わかんない。何抜けるって。抜けさせてください。意味わかんないんだお前。やばいこと言ってるよ。やばいこと言ってる結構。 YouTuber たち致命的なこと言ってるよお前。抜けさせてください。抜けさせてくださいとか言ってるのこいつ。あ、待って、マネージャーマネージャー無理だわ。では2択に絞ります。お、最後は、はい。まだ2人とも指名してないやつある。それが残んの。いやー、2つが残んの。もう辰本はチャイ指名してんのかと思った。してないしてない。わかんねえマジで。思ったのは澤部優とチャイ。ちなみにどっちだと。いや、この2、俺正直澤部はずっとないって言ってたの、この動画始まりから。でもこの2択だったらもう澤部だけ知ってた。え、チョキさんは。俺はじゃあチャイ行こうか。もう分かんねえもん。チャイ？ギター持ってマウンド行ける？あなたに恋をしてみました。なんか一曲披露したついでに投げるとかあるな。チャイ、ね、チャイ確か横浜出身なのよ。あ、そうか。え、違う違う適当に打った。こいつなしょうもない人間だろ。知ったかみたいになるから。じゃあ俺チャイ信じるよ。じゃあ俺はチャイ最近すごい可愛いと思ってるし。じゃあ俺は爽やかさわべってこと。さっきあのね、山崎健といたから、山崎健と外されたんだったら澤部いるんじゃないって言ってた。チャイはやっぱ永谷園の御曹司ですから。うわ、やっぱなんかコネクションあるんじゃないかなと。うわ、ありそうだな。特急さんがチャイ、カツワさんが澤部優。はい。始球式投げたことがあるのはチャイ。やだ。もう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 でこい、もうでこい。本当におじさんたち頑張りましたので、頑張ったな、よくやったと思った方は高評価とコメントよろしくお願いします。ハッピーハッピーバースデー。はい、デンさんプレゼント。おーい、デンさんプレゼントどうぞ。マジでガチガチのプレゼントよ。そうですよ、3つあるよ。好きなもんから開いてください。演技や演技や演技や。開けてみる。なんだ。器用か。トリュフドレッシング。レイさんよくサラダ食べてるんで、細いキャベツの。続いて。すごいよ。ブランドボンハー。わかんない。ボーカー。ボーカー。いつでもどこでも。なんだ。わ。バームクーヘン。おお、デンさんバームクーヘン好きなんだね。デンといえばバームクーヘンだ。好きだね。はい、バームクーヘン。そして、お、四角いぞ。お、でかい。見て見てください。なこれや、でかいぞ。おい、やりやがったな。お手の兄貴の引き物じゃねえか。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、姫たんがですね、
まあ、YouTube の編集の練習も兼ねて、関西に行った時の、動画をですね、Vlog にして編集してくれたみたいで、ちょっと、私はね、いまいちパッと動画見たんですが、よくわからなかったんですけども、ひめたん頑張って編集したのと、ひめたんの声帯が少し、多少なりとも知れるということで、はいはい、概要欄とかコメント欄にですね、はい、限定リンク貼っておりますので、そこからひめたんの1日 Vlog が見れます。あ、2、3日か、まあ、2、3日ね、2、3日 Vlog が関西言いましたね、見れますので、はい、ぜひカキコキマニアの方は見てください。よしよし、ひめたんからもなんか、まあまあまあ、2、3日ちょっと関西行ってきたんで、冬ね、もう年末年始か、あれ2月ぐらい、2月か、めっちゃ寒い京都で頑張って編集したんだよね。まあまあまあ、そうですね、まあ、ぜひ見てください、まあ、はい、本当にちょっと拙いですが皆様、本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ナイスバッティング、ゴーチャイアンツ。